皆さんおはようございます。斉良平です。今日が8月の14ですね。まあお盆の期間中ですね。はい、14日です。今日のお話はこの100日ずっと続けてる動画の中でも前にお話ししたことは、過去のことを引っ張りながら一歩を出す人の歩き方と、未来に向かって一歩を出す人たちの歩き方はやっぱ歩き方が違うっていう話をしたんですが、まあ、僕は常日頃から思うことは、何が幸不幸を決めるのか、何が幸せで何が不幸になっていくのかっていう原因の一つはですね、過去に置いてきた後悔だと思うんです。やっぱりいろんな後悔皆さんあると思います。僕もねやっぱそれを考えるときってあります。あの時こうしとけばよかったかなとか、なんでああやってやっちゃったかなっていうところを考えたりするんですが、重要なことはですね、本当に開運とか今から運勢良くしていこうと思う中で、まあ、メンタルが引っかかっちゃう人っていっぱいいるんですよ。どれだけ運の流れが良くて、どれだけ強運者の星で生まれてても、過去のことを引きずり続けると人の運勢ってどうしてもパッとしません。なので絶対覚えててほしいことは、今の自分があるのは過去にいろんな選択肢があって失敗したと思ってたこともあったけど、その全ては最善の選択をしたんだ、だから大丈夫と思って生きていく人たちがここから運勢が上がり始めるんですよ。だからあの時こうしとけばよかった、ああしとけばよかったではないんです。なので今までやってきていろいろあったんだしけども、今自分があるのはその選択肢が全て最善だったから今があるんだねっていう風にして思えるところから、やっぱり運勢は上がっていくってことを忘れないようにしてください。最近僕自身が考えることもそうですし、お客さんを通してそれをやっぱり改めて思うことがあったので、今日はこの話をさせていただきましたということです。はい、今日は以上です。はい、お墓参り行かれましたか？はい、行ってない人はまた時間を作って行かれるタイミングで、行くようにされてください。以上です。今日も元気よく行ってらっしゃい。お気をつけて。